札幌市の円山動物園で飼育されていた唯一の森林オオカミ J が昨日朝死にました。園内に設けられた献花台の前では多くの市民らが別れを惜しんでいます。森林オオカミの J は2005年4月に富山市の動物園で生まれ、2008年7月に円山動物園に来ました。穏やかな性格で多くの市民らに愛され、メスのきなことの間にこれまで3頭の子供を設けました。今年3月からふらつきや食欲不振などの症状が出たため公開を中止して治療していましたが、園によりますと昨日朝眠るように死んだということです。17歳でした。設置された献花台に市民らが訪れ別れを惜しんでいました。子供とかと一緒に喜んで見てたんですけど、ちょっと最後の1匹も亡くなってしまってすごい悲しいなとは思ってます。貴重な動物なんでちょっと寂しいなっていう思いがやっぱり大きいですかね。 J が死んだことにより円山動物園でオオカミを見ることはできなくなります。